そうですね、あのムカ竜というのはあのムカチョホベツというのは山の中で発見されました恐竜化石です。でその愛称として町の名前から取られましてムカ竜という名前が付けられたわけなんですけれども、まあ、こちらがあの全種の約 80% が発見されたという、日本では非常に珍しい、非常に保存の良い恐竜化石でありました。で、まあ、全身の多くが見つかりましたので種類をはっきり調べることができまして、で、これまでに、ね、新しい種類だということがはっきり決まったわけですね。で、まあ、具体的にはあの新属新種ということで新しい種類ということで名前がつきまして、カムイサウルスジャポニクスという名前が付けられました。でこちらカムイというのはあの北海道のアイヌの方々からの言葉から名前をいただきました。あの神様、神という意味ですね。でサウルスがあの竜とかという意味で、ジャパニクスは日本、ジャパンを意味しています。というわけなので学名としましてはカムイサウルスジャパニクスは日本の竜の神という意味になります。まあ、そういう大きな名前をちょっと付けさせていただきました。それだけではなくてですね、ムカ竜はあの現在このムカワチョにとって非常に大きな意味を持つ、恐竜であります。と言いますのは、今から2年前の2018年9月6日、北海道胆振東部地震が起きまして、でこのムカワチョはあの市街地を中心に甚大な被害を受けたわけですね。でこの博物館も大きく揺れたわけです。でその中で幸いにしてこのムカワ竜の化石はあの無傷で乗り越えることができました。でムカワ町の町としてはこの震災からの復旧復興があの最優先の課題と、まあ、突然なってしまったわけなんですけれども、この7200万年の時を超えて蘇ってその大きな地震も乗り越えたムカワ竜をですね、その震災からの復興のシンボルと位置づけて、このムカワ町は全力で今復旧復興を目指しているところであります。今回予定しておりましたのはムカワ竜の全身復元骨格のレプリカになります。でこちらムカワ竜というのは、植物食の恐竜で約7200万年前に生きていた、生き物ですね。こちらがあのムカワチョホベツの山の中で発見されまして、全身の約 80% が発見されたという日本国内でも非常にあの保存率の良い、保存率の高い、大きな恐竜だと、されています。こちらの実物化石、山の中から掘り出されたわけですが、こちらはあの石の中から取り出されて、で、体のどの部分であるか判明した200個以上の骨の化石をですね、一つ一つ型取りをしまして、で、強化プラスチックで複製を作りました。その複製を生きていた骨格の姿に再現したのが今回のレプリカになります。これはですね、これまで数多くの恐竜化石のレプリカを手掛けてこられました有限会社コピサポートジャパンと、世界中で恐竜化石を発掘して研究されてきた北海道大学総合博物館の小林義嗣先生の、2人のその知見が、結集して出来上がったものになります。で、そうですね、全長約8メートルで、前足を持ち上げて、後ろ足で立ち上がっている姿に再現されています。まあ、レプリカ全身のこの組み立てるというのはある意味、まあ、形方法と手法というのがある、まあ、一定のものがあるわけなんですけれども、で恐竜の全身骨格、まあ、恐竜などの全身骨格っていうのは展示会などでよくご覧になると思うんですが、 100% 見つかっている生き物ってまずいないので、いろんなところを見つからなかったところを補って作ってるわけですね。それが他の、化石だったりですとか他に見つかっているものを参考にして、付け足して作ってるわけなんですけれども、今回のムカワ竜に関しては、全身の 80% も見つかっていますので、実物がすごい、まあ、非常に数多く見つかっているという特徴があります。それだけの苦労というのがですね、まあ、たくさん骨がパーツが見つかっていますので、その一つ一つの型取りがものすごい手間がかかったというのが、挙げられるかと思います。まあ、逆に言いますと補っている部分が非常に少ないというのが今回の、まあ、自慢の一つ、大きな自慢になりますね。芸術祭という企画からお話しいただいたということで、やはりまあ正直驚きましたね。まあ、実物の化石、ムカワ竜の化石はもちろんですけれども、それを元にしたレプリカもですね、我々として見れば自然科学分野の題材であるという認識だったものですから、まあ、と言いながらもお話を伺っている中で、レプリカというのは実物の化石を元にしまして、それから人の
点が加わって、人の考えが加わって、まあ、作り上げられたものなので、まあ、芸術品と言えるのではないかという話もお聞きしまして、あ、そういう考え方もあるんだなと感じた次第であります。まあ、かつて生きていた生き物なんですけれども、直接目で見た人は誰もいないんですよね。人類が誕生するはるか以前のものなので、骨格にしましても、今生きている生き物を参考にして再現されていますけれども、で、まあ、それで全身のレプリカを再現する上でも、生きているような姿をっていうのは非常に、不信されて作られているわけなんですけれども、何が正解かっていうのはまだ今の時点ではわからないわけですね。いろいろな化石がこの先見つかっていきまして、研究が進んでいくことで、その正解に、まあ、近づいていくということになるかと思うんですけれども、本当に何が正解か、本当の意味の正解というのは、過去に生きてた生き物を直接目で見ないことには多分わからないので、それぞれの、その時その時で出来上がっている考えというのはやっぱりその時その時の考え方なんですね。というわけで、その時その時の人々の考え方が、反映されているのがそれプリカだったり復元画だったりということになるかと思いますので、まあ、そういったものを見ていただけたらなと思います。2003年にまず堀田芳樹さんが化石を持ってこられた時は、まあ、何だか分からなかったわけですよね。で、首長竜かなと思ってしまったわけなんですけども、で、それで7年ぐらい経って佐藤丹木先生が来ていただきまして、で、その次の年の2011年、これは首長竜ではなくて恐竜かもしれませんと言われた時には、まあ、正直よく覚えてないんですよ。頭多分真っ白になっててどういう反応したかも実は覚えてない、全く違う生き物ですね。ただ背骨だけ見ると、まあ若干救いなのはですね、佐藤先生もおっしゃってたのは、まあ、過去にもそういう例があったと。自分も海外で首長竜とされていた実は恐竜だったとかっていうのを例を見たことあったので、まあ、今回のも何か似たようなどっかで何か見覚えがあるみたいな覚えだったらしくて、まあ、そういう意味では、まあ、海外でも繋がれてる例があるんだなっていうのは若干救いではあったんですけれども、まあ、言い訳をすれば石にほとんど包まれてましたので、まだ一部しか見えない状態だったんですね。で、背骨だっていうのはまず間違いなくすぐ分かったんですけども、何の背骨かっていうのは特徴はまだよく分からない状態だったのですから、まあ大きな教訓としましては、石から取り出す前の状態であれこれ推測は難しいなっていうのがよく分かりました。そうですね、まあ、恐竜だったら本当にまあ、私としては大きなことになります。恐竜、厳密には首長竜とか海にいるモササウルスとかって恐竜じゃないですね。で、恐竜たりは陸にいた爬虫類で体の真下に足があってっていう特徴があるんですけれども、まあ、よく間違えられているところもあるんですけれども、しかしながらやはり恐竜化石っていうのはすごい人気が違うんですよね。やっぱりうちにそれまでの個別博物館に来てくれてる人たちも恐竜が見たくて来てくれてる人が圧倒的に多くて、で、うちは残念ながら恐竜いなくて首長竜しかいなくて説明したりとかしていたんですけれども、そんなわけなので恐竜化石が見つかったたとえ一部分であっても非常に大きな発見であるというのはよく分かりましたので、まあ本当に驚いたことを同時に、まあ、これをどうにか どうしたらいいんだろうというか、どうにかしなければということで、それで小林先生が恐竜の専門家なんで連絡をいたしましたら、まあ、間違いなく恐竜ですよというのを言っていただきまして、で、その小林先生がですね、続きがあるかもしれないから探しましょうと言っていただいたんですね。で、こちらはその続きのことなど全く考えていなかったので非常にびっくりして、で、実際に現地に行きましたらあったんですよ。で、しかもそれが体の方、尻尾の化石がいくつか並んだ状態に見つかって、小さい方じゃなくて大きい方が見つかったんですよね。ということは体の続きがこの中に、この山の中に埋まっている可能性があるということで、もしかしたら全身があるかもしれないということで、これはちょっと大変なことになってきたということで、その後は、まあ、北海道の持ち主の道有林だったので、北海道とその、まあ、森の中で作業していいですかって許可が必要になるわけですから、そちらのいろいろな申請とかが非常にたくさんありまして、あちらの方も山の中で恐竜掘るなんて初めての話だったんで、いろんな打ち合わせをされてまして、で、なんとか2013年
に発掘を始めることができました。で、発掘始まってもなんか行ったり来たりしながら、現地行ったり戻ってきたり行ったり来たりしながら、なんとか発掘を続けて、2013年14年と、ホベス博物館と北海道大学総合博物館合同で、発掘調査を行いまして、この向かい流の保全身を回収することができたわけです。で、やってる最中、発掘してる最中、正直なんかもうひたすら無我夢中でやってまして、いろんな骨出てきてるのはもちろん目のあたりしてたんですけども、なかなかそれを実感できる余裕がなくてですね。で、2015年16年と博物館でも小規模な発掘をしながら調査をしながらとほとんど出なかったんですね。で、クリーニング作業っていう石から取り出す作業を並行して進めていました。石に包まれて化石見つかりますので、石から取り出さないと、化石だけにしないと形は全然わからないですね。で、どこの部分かもわからないですし、どんな特徴があるかもわからないので、採取した化石はクリーニングって作業は必ず必要になるわけです。それはこの博物館だけじゃ収まらなくて、国内の博物館のボランティアの方にお願いしたり、先ほどのゴビサポートジャパンっていう会社にもお願いをしたりして、3カ所で進めて、やっと2017年ぐらいに、ある程度の骨を取り出すことができたので、初めて並べてみたわけです。まあ、博物が入らないので体育館を借りまして、最初に初めて全身並べました。頭から締まりましく後ろまで、その並んだ姿を見て、あ、このが裏も丸元が出てきたんだと初めて実感した次第でしたこんなものが出てきたんだな本当に埋まってましたので、掘っていかなきゃ分からなかったんですよ。で、しかも地層がほとんど垂直に傾いてしまっていたんですね。海外の砂漠とかでよく発掘されているのは、地層が水平に溜まったところに、恐竜がよくとあるわけで、もともと向かい流も水平な海の底に沈んだはずなんですけども、その海の底が陸地になると大きく傾いてしまって、90度超えるぐらいに傾いてしまったので、垂直な地層の中にこう向かい流を待ってたわけですから、掘ってた順番に見ていくしかなくて、水平に埋まってるとですね、その埋まってる面を全部出すと、どう埋まってるかが、どこまで埋まってるかを一目で分かるんですね。これを順番にこう回収していけばいいんですけども、ある意味縦にこう埋まってたわけなので、下の方から順番に掘ってるしかなくて、どこまで行ったら終わりかなっていうか、どこまで出てくるかなっていうのは掘りながらじゃないと分からなかったんですね。そんなわけで、2013年、後ろ足とかが、はっきり分かりましたので、これは尻尾から後ろ足までこうつながったような状態で埋まっているというのが分かりました。で、まだまだ化石があるのが分かりましたので、2014年さらに深く掘りまして、体が出てきて、頭がどうやら出てきてっていうところまで分かって、おそらく全身回収しただろうという判断がつきました。そうですね、残念ながらですね、ムカワ流の全身がちょっとこの博物館に入る場所がなくてですね、全身の化石並べても8メートルありますし、組み立てたレプリカもたくさん4メートルぐらいあるので、この博物館残念ながらそのようなものを収めるのを想定して作られていないので、実物化石にしましてもレプリカにしましても、ちょっとこの博物館今展示はできませんので、別な会場を借りて、期間限定してでしか見ることができないわけです。なので通常でしたら一部しか公開してはできてはいないわけなんですけれども、やはりそれを見たくて来たという方が非常に多いわけなので、我々としても本当に一人でも多くの人に迎えるのと、こんな生き物を貸していたんだよということを知ってもらいたいと思っていますので、なんとか入るような形をですね、一日も早く実現できたらいいなというのが今の一番の願いであります。